皆さんおはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、尾瀬国立公園の滝沢登山口にやってまいりました。ここからね、登るのよね、ポンちゃん。ここからね、会津駒ヶ岳。おお、今日は会津駒ヶ岳にね、登ってみたいと思います。途中もう荒れたらね、ビバークの用意してありますんで、もうビバーク覚悟で行きます、ね。はい、じゃあ行ってみましょう。お、雪がだいぶ比べてるね。やわやわや、これやわいの歩きづらいよね。カチカチの方がいいんやけど、上の方行けばだいぶカチカチになるやろ。怖い。え？じゃあカチヤワか。カチヤワ。カチヤワか。わかった。ポンちゃん、ほら、雪渓が暴れて、もう水が出てきとるで。うん。綺麗な水。綺麗な水やな。うん。これはこっちが冬道でこっちは夏道なんやけど、冬道行ってみるか。はい、夏道はちょっと遠回りなんや。うん、暑いな。脱ぐか。脱ぐか。後ろにくくりつけていくやろ。うん、はい、ポンちゃんが今アイゼンをつけております。おし、オッケー。オッケー、ポンちゃん。よかった、ポンちゃん。ほら。おう、そんな感じや。履けました。履けましたな。履けました。履けましたな。オーライ。よし。よし、オッケー。オッケー。失礼いたします。ポンちゃん、雪山を行く。はい、ポンちゃん、今登っております。ざっと40度ぐらいですかね。ちょっと急登。今日はね、ビバークコースです。なのでね、ちょっと荷物重いですね。ポンちゃんのが 9.7 キロ、ワテはあれやね、18キロや。まあそんな感じで登ってます。よいしょ。よいしょ。はい、ポンちゃん来ております。結構急斜面ですね。はい、はあ、きつい。きついな。きつい。きついで。きついです。でもね、天気すごく良くなってきたよ、ポンちゃん。はい、はあ、天気いいな。これ登ったらな、多分駐車場や。あ、やっと。これ上の方やな。そんな感じでしょ。ポンちゃーん。やっほー。登っとるぜ。雪山ですよ。さっき二人組が降りてこられましたな。降りてこられたな。なんか昨日泊まったそうや。
日焼けが待っとるで。ネギなしや。ネギなしや。ネギなしすき焼き。ネギ失敗したで。朝持ってこよう持ってこようと思って、それが気が気で並んで起きたら忘れたネギ。ネギで起きてネギ忘れた。ネギで起きてネギ忘れて。途中でそして買おうと思ったんや。でもあのセブンになかったやろ。なかった。で、次どっかのセブンかなんかによろう思って、それを忘れたんや。忘れた。な。まあ、そんな感じです。そんな感じで、今日はネギなし。ネギなしです。ね。ネギなし、すき焼きや。まあ、ええやろ。その代わりな、あれやで。白菜いっぱい切ってきた。それとな、何やって。揚げや。お揚げ。生揚げ持ってきた。ね、ポンちゃんのゆで卵がいっぱいあるやろ。あれをラーメンに入れてもいいしな。うどんとラーメンとな。あとお蕎麦持ってきたで。まあ、好きなの食べてってや。セレクト自由や。そんないっぱい持ってきた。もしも遭難した場合どうしましょうと思ってね。その、予備食料や。そう。あとカルパス3本持ってきたで。うん。あと、チーカマも持ってきた、ポンちゃんのために。ポンちゃんがチーカマとな、ワインを飲みたいやろう思うてな、持ってきたで。うん。チーカマ好きやろ？こんにちは。ポンちゃんのスタイルも本当に山女風になってきたな。完璧だ。ヘタレ山女や。ああ、なんか決まってきたで。ヘタってます。マジ。ヘタレポンちゃん。走りに来る。はい。中間くらいまで来ましたね。時たまね。こういうふうに赤テープがあるんで、わかりやすいですよね。それと前の日が土曜日だったんで、もう先行者のトレースがしっかりあって、さっき4人降りてきたね、ポンちゃん。はい。だから、まあ、もうこの時期は迷うことはまあないね。ないかな。ないかも。多分ないでしょ。絶対はないかな。ね。じゃあ、ポンちゃん。はい。どんな感じですか？しんどいな、雪は。でも、気持ちがいい。気持ちいいな。うん。よし、もう少し登るね。気持ちいい。登りますよ。あと半分？あと半分やな。うん、半分来たで。あと半分。あと半分や。私は嘘は言わん。ただ、間違い取りするだけや。勘違いしたりはするやろ。あのピークを越えたその先って7つ登りましたからな。飯出さんの話やね、それは。一度やわ。飯出さんはそれがきついよ。これでもか、これでもかってさ、うん、ピークが出てくるやろ。ピークが出てくる。飯出さんのしつこいピークのあれはやっぱり、成人儀礼になったもんやな。15歳で登ったんやろ。まあ13歳や。13歳。昔はな、うん。だから大したもんやで。大したもんや。大したもんや。13でな。お。当時生まれたボーイ忘れた。バックカントリーや。おいで。かっこいいで。あ、ほら。お、かっこいい。でもどこをどう降りるかがやっぱり危ないとこやな。そうか。ワテラがやったら死ぬで。うわぁ。ね、いかんいかん。ワテラやったら死ぬ。それは早死にしてっこく。うん。こんにちは。こんにちは。
いい天気で。いい天気ですね。ああ、止まったんですか？いや、朝登り始めて。あ、本当。早いな。もう暗いうちから。はい。暗いうちから。暗いうちからですね。ああ。よいしょ。ポンちゃん、うん、暑くなってきたね。うわ、かっこいい。あんなことができたらええね。マジええよ。ほら、すごいで、降りてっちゃあっという間やろ、降りるのな。まあ登るのは基本一緒やけどな。すごいな、あんな面白いやろな。あれはやめられんな、バックカントリー。あー、ポンちゃん、ちょっと開けたところに出ましたよ。開けたところに出ましたね。うん、ポンちゃん。これ中間ぐらい。さっき中間やんなかったの？さあ、ここが中間ぐらい。あ、ここが中間なの？うん、確か。いや、中間のちょっと上や。中間の上。ええー、天気やで、ほら、ポンちゃん。天気や。ええー、天気になったなぁ。あー、ちょっと風があるな。いいね。うん。雪も綺麗やなぁ。こんな感じですよ、皆さん。ぐるっと。テープあるね。うん、テープあるな。安心やね。まあそんな感じでね、うん、もう少し行ってみましょうね。はい。ポンちゃん、バテてきたでしょ。足重い。もう、結構来たで。結構、結構、こりゃ結構や。ああ、かっこいいで、ポンちゃん。山女や。山女ってのもなんか変やな。なんかいい呼び名はないもんかね。山ガールはいいんやけど、山レディーとは言わんしな。山ダムや。山ダム。ちょっとダムに勘違いされやすいな。ポンちゃんが何か言うそうです。いわ。言わんの？バテバテポンちゃんです。水飲みたいやろ。水。うん。じゃあ水飲むやろ。小休止したい。うん、小休止や。荷物置くか？置かん。置かんでいいか？置いたら。じゃあ水だけだ。置いたら持つのが嫌になりそうやから。低すぎてね。もうすぐ、頂上近くの尾根に今出てます。そうですね。駒の小屋かな。もうちょっとかな、うん、たまにこの赤テープがあるんで、わかりやすいです、道が。もうポンちゃん頑張っとるね。いい天気ですね。うん、向こうの方がね、日光だから、ちょこっと出てるのが白根山かな。もう少しね、上に行くともっとよく見えると思うんですよね。はい。ポンちゃん、ファイト。じゃあ、ポンちゃん。はい、ワンちゃん。もうすぐですね。もうすぐやな。ちょっと休憩。休憩や。今ね、11時40分か。40分。な。休憩して、やっぱりな。エネルギー入れんとな。体力は消耗品ですからね。体力なくなってね、なくなったら最後やから、うん、なくなる前に補充しとかな。補充品とか。これどうや、セブンのな、うん、芳醇なソースで味わうコロッケパン。おお、美味しそうや。パンパンや、うん、パンパンやね。パンパンやね。ポッちゃんがおにぎりで、僕はパンなんで、今日は逆転傾向。ポッちゃん、朝パン食べたから。そうか。自分はおにぎりにしてみた。うん、あんちゃんは朝、すき焼きご飯やろ。うん。
牛丼やな。温かいものがいいね。うん。じっとしてると足の先寒いね。ああ。やっぱ。うん。冷たいよ。うん。あんバター。次はあんバターいきます。はい。セブンのあんバター。セブンプレミアムやね。あんバター。あんとバターって合うのかな、買ってみよう。うん、そうやな。あ、本当にあんとバターや。あんバターやね。あんバター、うん。あー、ぼんちゃん、ぼんちゃん、頂上見えました。あそこが会津駒ヶ岳の山頂です。はい。で、左側にあの、肩に駒の小屋があるのね。で、こっち側ぐるーっと見てね、今ちょっとね、雲に隠れちゃってますけど、日内ヶ岳。ね。で、こっちぐるーっと回ると、ポンちゃん山。ポンちゃん山です。へたり山。だいぶへたりましたね。よし。こういうね、雪道はやっぱり大変ですよね。なんつってもね、足が沈むんですよね。ズボーって。ズボ足って言うんですけど。ズボ足が大変ですよね。ズボズボ。ズボズボ。駒の小屋に到着しました。ずいぶんかかっちゃったね。あそこが会津駒。駒ヶ岳です。山頂。うん。明日行きますよ。ぽんちゃん頑張れー。いや、ぽんちゃん。なんとかテント設営してビバーク。ビバーク。ビバーク。ビバーク準備や。ビバーク準備や。うん。いや、あんちゃん。なかなか。うん。遠かったのー。いや、遠かった。8時間半もかかってしまった。めっちゃ遠かった。めっちゃ遠かった。ああ、予想以上や。予想以上に遠かった。うん。うん、でも、なんとかテント張れました。テント張れましたね。ちょっと風は強そうやけど、今夜はここでお泊まりや。お泊まりな。うん。頑張るぜ。頑張りましょう。とりあえず、あったかい格好しましょう。ね。うん、まず格好あったかくして。格好あったかくしてね。うん。はい、今、ビバークしてました。アルコールストーブで、温まってます。フォーローズです。うん、だいぶ飲みがね入ってるので体は温かいです。これネイチャーハイクのねテントなんですけど、なかなかね、あの軽いのがねやっぱりいいですよね。やっぱり軽さは正義。ポンちゃんはもうお疲れで、もうお休みです。お休みぽんちゃん。もうご飯も食べないでね、お休みですよ。お酒とおつまみで終わり。うん、ご飯は明日の朝やな。うん、朝食べればいいやろ。うん、な、うん。まあそんな感じで。それでは、ね。今晩はこれで終わりにします。はい、昨日ビバークしました。今ね、朝、何時？6時頃かな。7時3分。気温がですね、テントの中で 0.1 度、0.2 度。ね。昨日のね、セブンのおにぎり、高菜明太子。うわぁ、曇った雲。それと今ね、肉そば。肉そば作ってるのね。おそばはね、これです。天ぷらそば。まるちゃんね。まるちゃんの天ぷらそば。ね。これ食べていきまーす。はい、ほら、見てください。今、
お蕎麦ね。肉そば。お揚げもね、入ってるんです。ああ、これ曇ってるね。曇りますね、うん。お肉はね、昨日すき焼き風うどん作ろうと思ってね、持ってきた牛肉。ね。昨日ね、食べれませんでした。夜は。ちょっと、登ってね、結構やっぱり胃が収縮するんかね、急に食べれないんですよね、なかなかね。登った後はね、うん。でも朝ね、起きたらね、なんかその分食欲なんか出てきた感じ増してきた。しますね。うん。まあこれ食べてね、コマちゃんのね、山頂に臨むで。な、はい。もう山頂の写真撮らないな、何しに来たかわからんからな。うん。まあそんなことで。はい、揚げ玉、味玉、肉、野菜そばだよな。うん、完成でした。いただいてみます。ね、いただきます。ちゃんと七味も持ってきました。うん、美味した。七味ね。ポンちゃんも七味かけるか。はい。七味かけて食べるで。こんな感じだな。七味たっぷり。うまそうよ、なかなか。ね。美味した。うん。じゃあいただきます。小屋の脇のところにね、テント張ってビバークしましたよ。いやー、今日昨晩ちょっとね風があってね、若干大変でしたね。まあでも温度はね、まあマイナス 2,3 度ぐらいで、まあよっぽど寒くはなかったんですけどね、僕らにとってはめっちゃ寒かったです。でもポンちゃん一生懸命靴履いて、靴凍っちゃってね、もうやっぱり靴も凍るっていうね体験ですね。ね、ポンちゃん、うん、やっぱり靴はなんか部屋の中に入れて、なんか袋に入れて確保しておいた方がいいか。その方がいいな。な、そうしないと次の日が大変やな。明日気候ちょっと冷たい、すごく冷たいもんな。うん、まあ歩けばな、だんだんまたな、温まってくるかもしれない。温まってはくると思うんやけど、今日はね、コマの、頂上まで行って、あとはテントを撤収して帰りますね。とりあえずまあコマの頂上行きますんで、コマの山頂に向かってます。ポンちゃん、頑張っとるね。この最後はね、ちょっと急ですよね。ピッケルするか。じゃあ、ポンちゃん。頑張ったね。ポンちゃん、真っ白、何も見えんよ。真っ白白白白白白の駒ヶ岳、ちゃんちゃん来ましたね。ちゃん、印のね、もう全然雪で埋もれて何もないですね。多分この真下にね埋もっとらうはずなんですね、うん、でも山奥にね、それ後でアップすればね、ちゃんと山頂まで行ってますねっていうログが記録されてるんで、わかるからね。またいつの日か。コマさん、ありがとう。コマさん、ありがとう。そんな感じで、いい感じでした。はい、それじゃあ下山します。はい。おちゃん。はい、あちゃん。コマの小屋さん、秋をちょっとお借りしてね、ビバークさせてもらいましたよ。朝も真っ白やね。コマの小屋さん半分埋まっとるよ。な。ああ、でもこのね、脇のところはね、ちょうど雪庇になってるんですけど、まあ、風来なくてね、ちょうどよかったですね。まあ、そういうことで撤収しました。これから下山します。コマの小屋さん、また来るよ。今度泊まりできた。泊まりやな。ほんまや。ポンちゃん。どうも、これ熊の足跡みたい。わてらの跡な、熊みたいなでっかいのがな、跡おったで。
わてら追っかけてきたってこと？でも追っかけてきたらテントまで来るよね。うん。テントには来ませんでしたのでね。まあ、そういうことです。もう起きとるんやね、クマがね。ほら、ポンちゃん。クマさんがわてらの足跡を利用しとるで。賢いね。やっぱり静まんところがクマも歩きやすいやろ。こうやってずっとわてらが歩いた後、クマちゃん歩いとるで。しかも新しいよ、これ。まだ朝、早朝やろ、これ。雪かぶっとらんもん。すごいね。クマ足や。これは、クマに追っかけられました辺で出すか？追っかけられたわけやないけどね。クマの足跡出ましたから、みたいな。クマ足や。こんなでかい動物は他におらんで。ああ、クマさんの足跡かと思ったらワンコさんでした。お疲れ。眠いそうなんで。お疲れな目をしとるで。ワンコハン。眠いなちゃう。眠いか。朝早くかったら。うん。ねえ。ワンコさんも。なんか訴えとるで。クマも取ったくすぎたよね。もう10歳かな、もう年上ですね。あ、そうなんだ。もう10歳だともうシニア、うち団の60歳、70歳くらいの年で、ね、うん、まだ元気よね、その間ね、まあ、ちっちゃいからずっと一緒に山登ってるから。ああ、そうなんだ。まあ、やっぱ昔よりちょっと体力ちょっと減ったかな、うん、この手は12、3歳だもんな、大体、ね、そうですね、うん、大型犬は大型犬はね。そうだから最近は2日1回だけ行く、今日行って明日休んで次の今だとこ登る、寝ちゃうよね。ああ、あ、もう眠そうになっとる。もう寝て、うん、お休みやで。おじいちゃんだからね。あ、おじいちゃんやな、もう。もう、ね、寝ちゃうで。もう6、70になっとるわ。うん、ああ、まだまだ元気や。うん、ね、頑張ってもらいたいよね。もうちょっと登ってほしいですね。一緒に。僕はね、でもやっぱ相棒一番大切だよね。そうでしょ。もういつも一緒に登ってるから。ああ。やっぱ相棒は一番ね、いないと。そうやね。まあ、たまに奥さん一緒に行くけど、今日はちょっと、疲れて行きたくないって。ああ。相棒だけしかないから。そうなんだ。そうです。いつまでも元気に登れるといいな。ね、なあ。元気してほしいだけどね。でも、ツヤもいいしね。なんでしょう。健康な顔立ちしてますよね。すごく。まだまだ。でも、冬しか登れないです。夏やっぱ熱中症になって、あと肉球やけどしちゃうから、そうだな。冬しか登れない。夏だと、沢とか滝、うん、山中入ったり、うん、海泳いだり、うん、泳ぐだけだよね、夏だと。うん、あ、冬と夏遊び地図が変わるだよね。うん、いいな、ね、そうだ。夏は焼けとるからな。そうです。登山靴作らんとね。そう、ワンちゃんの。ワン登山。あるけど、でも、やっぱ歩きづらいみたいな。歩きづらいよね。滑ったり。うん。前にね、あんまり、危ないか。あと暑いし、水も大変から。うん、ああ。うん、ね。蒸せてきちゃった。蒸れてきちゃってね。雪のがいいやな。そうです。だいぶ降りてきました。はい。なんか、頂上はね、すごい煙ってたんですけど、降りてきたら、こう、なんかすごく天気良くなってきて。ポンちゃん、頑張っておりますよ。はい。はい。ポンちゃんも降りてきました。こんな感じですね。